ウクライナのクレバ外相は31日西側諸国から第1波として供与される戦車は120から140両に上ると明らかにしましたクレバ外相は31日西側諸国が供与する戦車の第1波としてウクライナ軍は120から140両を受け取るだろうとの見通しを示しましたこの中にはドイツ製のレオパルト2のほかイギリス製のチャレンジャー2 そしてアメリカ製のエーブラムスが含まれるとということですまた、まだ供与が決まっていないフランス製のルクレールについても期待していると述べましたクレバ氏は現時点で12カ国が戦車の供与に加わっているとした上で供与に参加する国を増やしすでに約束した国からの戦車の供与数を増やすよう引き続き取り組んでいくと述べました。こうした中 ウクライナのスポーツ省は、これまでに220人以上のウクライナの選手や指導者が死亡し、320以上のスポーツ施設が破壊されるなどの被害を受けたと明らかにしました。